じゃんけんをして、あいこでした。みんなのドボンのたいあれが整うまでメールを書きます。マーボーさん、ススキありがとうございます。こんばんは。まあ30分ぐらいまでメールを書きます。こんばんは。暑いね。お風呂上がりなんでめっちゃ暑い。もういけるかな。なんか多分そんな時間かかんないと思うんで始めちゃいます。自由人。すごくない？ピョンズが3人今、3人？対戦相手が全員ピョンズです。すごっ。なんかこの人だけ長い。あ、忘れ物したんですけどいいです？プレゼント開封するって言ってたのにまたハサミ姉ちゃんに借りるの忘れた。やらかした。まあその時になったらでいっか。暇だよ暇だよ暇だよ、カード出せない暇だよ。こんばんは。この手振ってるか振ってないかよくわかんない手。こんばんは。え、全然出せない。暇すぎる。頑張ってください。定型文ありがとう。ありがとうございます。絶対この人ハートじゃん。あ。かわいそう、なんかなんかかわいそう。どんまい。いいや、ちょっと一旦コレクション変えますね。ちょっとハルピョンでやっててもちょっと全然ランキング上がんないんで。暇なんで上がんなすぎて、ちょっとコレクション変えます。でもホームは変わってないんで、声は私です。マジハートありがとうございます。カードは変わってるけどホーム画面は変えてないんで。ストレスが溜まってたので癒されに来ました。萌え萌えキュン。
沈黙が一番辛い沈黙が一番辛い。誰かあ、やばい、めっちゃドロー2とかドロー3投げたから仕返し来るかも。やばい、周りが逆になっちゃった。やばいやばい、トークテーマが欲しい。じゃあ昨日の公演のことでも話しますか。あ、いつかお昼、昨日のお昼公演を一緒に見よう、配信をしようと思っているので、いつにするかちょっとまだ見て、まだ見て、え、そんな日本語ない、はい、未定なんですけど。え、ねえ、あと1枚で上がれるんだけど。髪飾り投げるのは見ないです、お昼公演なんで、はい髪飾り投げたのは夜公演なんで、あのお昼公演を見ます。夜公演のオンデマさん見ても私全然映ってないからそう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 、うん、でもそれこそ定点で見てた人は見た、見つけれたのかな。でも柱で見えないか、投げた瞬間どうだろう、どうだったんだろうわかんないけど、お昼公演の方が元気いっぱい。いやー、どっちが元気かな、どっちも元気だとは思いますようん、かわいそう、私がドロースリー投げたばっかりに、ごめん。マリア映んない、映んないよ、だってマリアも同じだもん、ユニット一緒にやってたから映んないです、残念。だから夜公演はマジで映ってない、どっちもユニット一緒だしマジ映ってないウケる。なんか本当は昨日の髪型ハーフツインしてからツインテールする予定だったんですけど、あの髪型かぶるなと思ってそう、それでそのメイクさんに、なんかもともとメイクさんにハーフツインしてからツインしたいんですよって言ってて、だからそのそれの感じでやってもらってたんですけど、あ、髪型かぶると思って、結局あの何がいいですかねみたいな、いやもう何でも本当私は何でもいいんですよねみたいな話してたら、なんかおしゃれなハーフアップみたいなのをあのやってくださって、そう、まあ前にね言った時にもうツインテールなら譲りませんよとは言ったんですけど、さすがに主役ぐらいは主役の時ぐらいは譲ろうかなと思いまして、はい、しゃなしもうでもそれ以外では、でもハーフアップもなんかモリモリのハーフアップじゃなくて、そのなんて言うんだろう、なんか大人っぽいハーフアップにしてもらって、そう、カストルとポルックスさんハートありがとうございます、愛しさんハートありがとうございます、その気持ち出てきた時に汲み取りました、ありがとう。最近譲りがち、まあそう、あの優しいんで自分で言うな、本当そうですよね、自分で言うと優しさ半減なんですけど、優しいんで、はい、多分でもそういうこだわりがないんじゃない、もう私はツインテールしたいって思ったら多分したい人間なん、したい、そのしたいタイプの子なんだと思います。私は被りたくないっていう気持ちの方が強いから、そうそうそう、うん、多分そうなんじゃないかな、私はそっちの方が強いから、ツインテールをしたいっていう日はもう絶対するけど、もうどんだけ被ってもするけど、でもまあでもアットジャムの時はしたかったけど譲ったけどでも私はそのツインテールがしたいっていう気持ちよりも、なんていうんですか、被りたくないっていう気持ちの方が強い時は
譲りますって感じです、うん、なんかそれこそアットジャムだとなんかきっとツインテールの子を見つけたってなってもハーピョンなのか分かんないんじゃないですか。だからその日は被りたくないが勝った。ツインテール死体もめっちゃ強かったんだけど被りたくないが勝った、その日は。まああとはまあなんかアットジャムだからアイドルフェスだから、まあなんか普段クマとかね劇場公演ではできないじゃないですか。だからクマとかやってもいいかなと思ってそう、うん、サヤリンに、なんかサヤリンにクマかは、普通のツインかそのままのね高めツインでリハやってて、これでリハやってたんですよ本当に。でこれでこのまま行くかそれともそのクマにしてもらうかどっちがいいってサヤリンに聞いたら、えクマ可愛いと思うよって言ってもらったから、そう、その一言のおかげで変えようって決心がつきました。全然メール送ってないいける全然メール送ってない。セイリンとの絡みなんか安定感そうね、でもセイリン鉄になって愛媛に行くことが増えたりとかしてから、それこそそのハマちゃんとかとめっちゃ仲良くなって、なんていうんですか、これまで以上に多分ハマちゃんとすごい仲が深まったんですよ、サヤリン。そう、本人も言ってたし、そうそうそう。だから最近はね確かに少ないですね。でも鉄があるからなかなかお仕事とかも一緒になる機会とかもなかったりとかして、そうね、うん、でもこの間の劇場で一緒だったよね、7月のエイト公演、うん、うわっ、ワンツースリーフォー、イエーイ、ありがとうございます。15分経過、1234、ちょっとメイクしてないからあんまスクショしてほしくないけど、すっぴんの時のギャル あ、ピョンズがいない、暇ではないよ、暇ではない、ちゃんとつ、そう、ちゃんとあの対戦しますけど暇とか言っちゃった。そうだ、それこそさ、鉄がさあれですよね、あの東京でやるんですよね、何でしたっけ、ジョンマイラブね、なんかタイミング合うんなら行きたいなとは思ってるんですけど、なんか1月来年の1月ね、タイミング合えばちょっとどの鉄かわからないけど見たいなとは思ってます、めっちゃ。うん、なんかハッツにもサヤリンにもなんかそれこそ今あれまだ初日いつ、カレンにもなんか「え絶対見るね」と言ってたんですけど愛媛じゃんみたいな愛媛に行かないと無理じゃんみたいな、そうそうそうだったから。でもともとその鉄コンサートみたいなあったじゃないですか、あれもそのまあコンサートあるしまあ行こうかなと思ってたんですけどちょうどそのたまたまそのタイミングでちょっとあのお仕事がねそうあったのでそう行けず、そうそうそう、富山でお仕事をやってて行けずごめんねって感じだったんですけど、そうだからその時に本当はミッサーとハッツの鉄を見ようと思ってたんですよ。そう、でも行けずごめんねって感じだから、お仕事で時間が合えば
まあどの鉄になるのか分かんないけど見たいなとは思ってます。めっちゃ、上がり。あ、今日TikTok あげました。土日はねどっちもあげるっていう気持ちでいるのであげたので、まあ、ハッツは多分ね、そうね、1月だから厳しいとは思うけど、でも夢見る鉄みたい夢見る鉄。富山から愛媛ってどうやって行くの？一回東京経由じゃない？きっと。もう調べてもないですよきっと東京経由だと思うよ。え、私一枚も出してない。まあ車か車かな。ぴょんぴょんぴょん。いいよ、一押し力100ハルピョンは免許取らない。え、私免許持ってますよ。私免許持ってるよ今。あ、ちょっと今はない、ごめんいや、あの財布の中に入ってるんですけど、あるかなと思ったけど今財布がここになかったです。そう、メイク道具あるから財布の中にあるかなと思ったんですけど財布がここになかった。前のこと気にしてますか？何の話？何の話だろう、マジでわかんない。何の話だろう、え、本当に何の話だろう、本当に何の話、ごめん。私は嬉しいコメントとか多分覚えてるんですけど、なんかこの人こう言ってくれたなとか、それがそう、そういうのは覚えてるんですけど、本当に申し訳ないんだけどあの嫌なコメントはマジで覚えなくて本当にごめんなさい。いやでも正しいですよね、これが。免許証の写真だけ見た。え、だからね、免許証の写真が、免許証今持ってないから見せられない、ごめんね。そう、見せる気持ちもないけど鼻からない。ハルピョンは気になる車ありますか？だって、そんななんかこだわりはなくて、でもなんかその、え、でもあの、いやでももうあれですもんね、もうどこの会社の車の話してもいいのかな分かんないんですけど、あのうさぎさんがモチーフとなった車あるじゃないですか。あれすごい可愛いなーって、そう、あれはめっちゃ可愛いなーってそう思ってたんですけど、でもなんかその私の友達の友達がそれに乗ってるらしくて、いやめっちゃ遠いそう、私の友達の友達がそれに乗ってるらしくて、なんかそれがなんか車高が低いから、車高違う、何ここの高さが低いからなんか乗りにくいみたいな話をその私の友達の友達がしてたのを私は友達から聞いたんですね。そう前高っていうんですか、その車のここの高さが低いみたいな。そうで、私めっちゃあのママの車とかパパの車とか運転するときにいつもそのなんて言うんですか、私の
座高が低いから椅子を上げるんですよ。そうそしたらもう多分いつもよりも身長座高がめっちゃ座高は高くならないけど身長めっちゃ高いみたいな感じになるんですね。そうだから多分その前高が低いときっと私がその座った時にシートを合わせるのが大変だなと思って。そうでも何がいいんですかね。何がいいんですかねとは思ってます。あんまなんかすっごい車に興味があるっていうわけでもないから、まあ、乗れれば乗れて運転できれば十分みたいなでも運転は好きなんですよ。すごい、そう、運転はすごい好きなんです。ただ私が初めて車を運転したのがだから教習所で運転させてもらったのが プリウスだった気がする。いやアクアどっちだっけどっちだっけ。どっちかなんですよどっちかだったんですよ、その教習者が。そう、すごくない？教習者。え、どっちだっけな、ちょっと忘れちゃった。いや、アクアだった気もするな。いや、プリウスだったかな。あんまりアクアを教習者にしない？じゃあプリウスです人の意見を聞いて。ちょっとあんまし覚えてない、どっちだったっけな。でもどっちかだったんですよ。そう、でもまあもうそれから何年3年経ってるから、3年ですよね、免許教習所行って。忘れた、でもなんかの何の実習っていうか教習、何のあれだったかな、40キロ出すやつかな、なんかだけそのプリウスじゃなかったです。なんかのその教習っていうんですか、実習っていうんですか、なんかそういうのだけ教えてもらうのだけはなんかこれじゃないとできないんですよみたいな言われて、あ、そうなんだと思って、え、なんだったっけ、40キロのやつじゃないな、なんだ、なんかの時だけか違ったんですよね。え、忘れちゃったけど、なんかの時だけなんかちょっと古めのものに乗りました。あ、急ブレーキかも。の中で40キロ出す、その後止まるみたいな、それだけ多分そうかも、そんな気がする。お祭りな、え、いいな、お祭り、お祭りいいな。え、高速教習はでも普通にプリウスだった。
そろそろ免許更新ですか。私、5月に誕生日を迎えるんですけど、迎えたんですけど、あの、免許更新はしました。あれ、この話してないっけ。もうしてますよ、ちゃんと。終わって終わって写真も新しくなってます。はい、マジ宣材写真使いたいマジ宣材写真使いたいその方がマジ漏れてる。そう、何色の免許に。青色、ブルー、青色です。そう、青です。無事故無違反。なんかでも初めてのその更新だったので、あの2時間ぐらい教習受けました2時間ぐらい教習受けました。捕まってはいるん、捕まってないよ、無事故無違反無事故無違反だから捕まってないよ私おっとおかしいな おかしいな、おっと、もう一度言うよ、無事故無違反。はい、だから多分来年違うか、次の更新からは30分ですよね、無事故無違反であればはい、次は何、どんぐらい後なんですか。え、5年後？そうなの？まあでもそっか、そんな何回も言ってらんないか。でも写真変えたくない写真5年間変わんないってこと？写真変えたいんだけどめっちゃ長いね。え、5年間ずっとこの顔ってことですか？あ、免許見なきゃ。あ、でも分かる。あれ？ママに送ったんだっけ？ん？どっちにも送ってないんだっけ？そのまま直接見せたんだっけ？忘れちゃった。あれ送ってたと思ってた。
写真見せてって言われて直接見せたんだっけ、忘れた。ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。中秋の名月は見れましたか？なんか私が多分見たタイミングがめっちゃ悪くて、マジ雲みたいな、マジ雲まんじみたいな時でした。はい、受けると思って。折れてないから再発行したいんですけど。それはめんどくさい、行くのやだ無理別にそこまでして行きたいわけではないかも、更新したいと思わないかも。うん、なんか写真を持ってくのもありだけどみたいな、なんか調べたんですよ私も。でもそしたら写真持っていけるけど、そしたら時間かかるみたいなってネットに書いてあって、そう、言われたタイミングでうーん残念って来たんですけど。すごい、しかも同時、時差ゼロ、やば、どういうこと。でも正直免許証なんて見せるタイミングなくない？どこである？別にだからいいかなと思っちゃった。そんな見せるタイミングなくない？誰にも。だからいいかなと思ってるんですけど。身分証明書が、私学生証あと何ヶ月は学生証でいけるので、はい そうですね。あ、終わっちゃった。じゃあラストドボン。あ、劇場でチケット買うときが、発行するときとか買うときが免許証見せる。なるほどね。なるほどね。みんなは劇場に行くときか。私劇場行くとき別に身分証見せなくてもいいからな。そうですね、顔パスで劇場入れるんで当たり前だわ入れなかったら困るわ本当に。終わり、今日のドボンタイム終了、バイバーイ。メールを、パンダさん、ミラボールありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ニックさん、ミラボールありがとうございます。4、トラックエローさん、ミラボール2つありがとうございます。6、カーバスできなかった、よくありますよね、ゆきりんさんが。なんかでもさ、それはさ、それはさ、なんて言うんですか、私はまだその
なんていうの、劇場とかそういう AKB のスタッフさんしかいないところにしか入ってたりとかしてないじゃないですか。そうだからじゃない、ゆきりんさんはそうやってなんていうんだろう、いろいろなテレビ局さんとかに行ったりとかしてるから、なんかそういうことが起こる。そのもう私はもう知ったスタッフさんばっかりのところにしか行ってないから、もうそういうことですよね。そうだから私がこの顔で普通にただあのそれこそテレビ局さんとかに行っても、もう多分テレ東さんでも顔パスできないですよ。え、出てるんですけどって言っても顔パスできないです。はい、ひろゆこさんがいたら多分いけると思うんですけど、そうそうそう、だからだと思いますよ。うん、みんなそうなんじゃない。うん、あ、富山のテレビ局は、あ、顔パス一応顔パスっていうか受付で名前は言いますけど。はい、受付で名前は言いますけど。うん、そうですね。でもはい、まあ、受付で名前言ったらその私を知ってくださってるディレクターさんとかが来てくださるので。はい、それだけですけど。ミラボール6ですよね。ちょっと待ってね。ピョンメール。オカリナが下北出ますね。ね、ハルピョンアドバイスくだ、え、何の？アイドルとしてのアドバイスですか、それとも、顔パスできるアドバイスですか、何のアドバイスをしたらいいんでしょう。私は何のアドバイスをしたらいいんでしょう。私はあさってイベントあるんですか。あさって？波動ですね、13日波動があります。皆さん波動見てください、お願いします。波動見てほしいのと、何でしたっけ、あのなんかコイン本当に無料で応援できるので、私も何回かチーム B のメンバー応援してたことしたことあるんですけど、本当に無料で応援できるので、で本当に無料で応援して無料でそのメンバーの力になれるので、あの皆さんぜひ、はい、無料でできるのでよろしくお願いします。はい、どこまで歌ったっけ、ニサビからいきます。菊池直久さん、ミラバラありがとうございます。7個歌います。君は君だ、好きなように生きろ、周りなんて気にしちゃつまらないよ、君は君だ、自由でいてほしい、
悲しみに出会ってもすぐそばに僕がいる。どんな時も心配しなくていいよ。5個一旦ありがとう。そしてサプライズレバーさんミラボル4つありがとうございます。7足す4引く5は6、あと6個。君は僕だ、そばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕だ、変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で損しても笑顔のまま変わらない君が好きだ。僕は僕だ、勝手にさせてくれ。ミラボル、合わせて11個ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。ということで、それではメイクのお時間でございます。メイクのお時間でございます。やばい、スポンジかびる、危な、思い出してよかった。ちょっと後で洗おう。昨日使ったスポンジがカビるところでした。私スポンジ1個カビさせたんです、この間。この話したっけ、してない気がするんですけど、私こういうそのガチャガチャのケースに入れてて、こう穴が開いてるからカビないと思ってたんですね。でもまあ多分、まあカビちゃったんですそう、このスポンジをが前使ってたこの&B のブラックスポンジをカビさせてしまったので捨てて新しいのを買って、昨日劇場に出てちょっとあれしてなかった、乾かしてなかった。またちょっと今日洗って乾かします。大丈夫、まだカビてない危なっ。そう、メイクしない日が続くとやっぱちょっとカビるスポンジカビるとどうなるんですか。なんかね、これはなんて言うんですか、黒いからカビがよく目立った。白い感じ白い感じになりました。あ、なんでカビるかっていうと、そう、濡らすんですよこれ。濡らして、本当はもうちょっとちっちゃいサイズなんですけど、濡らして大きくしたりしてアップさせるんですね。そう、濡らして使うことによって、だから濡らしてるのでカビちゃうんです。そうで、こうやって持ち運んでメイクするときとかはやっぱりカビがちカビそうになりがち。そうなので、まあイゴ気をつけます。アンドビーのスポンジめっちゃ優秀。今日は一軍メイクですよ。一軍しか持ってないからさすがに二軍は持ってきてない。9.01度のセール、え、何、
ああこれは見た見たけどいいやと思って、だってさ目代わりの方が安くない？絶対だって7000円以上買わないと910円オフにならないし、2000円以上買わないと 10% オフにならないし、目代わりの方が絶対いいっていう案になった、私の中で。うん、目代わりはもういくらからでも使えて 20% オフだから絶対目代わりの方がいいじゃんと思って、これ9点の新しいのは、まあ、やってないですね。うん、絶対目代わりと9点のこれ逆な方がいいって、だってみんな目代わりで買っちゃうもん。うん、で、え、目代わりの方が安いじゃんって思って買わないもん、年に一度って言われても。ちょっと私が9点の会社に入ったらそれは提案しますね。メイクしたくない、無理めんどくさい、めんどくさいというか落とすのが無理めんどくさいって感じなんですけど、まあします、はい、頑張ってします。ムービーのために年に一度って書かれると安いのかなね、思うよね。寝代わりはメイク道具だけ、いや全然食料とか飲み物とかも売ってますよ。でもやっぱその9点が韓国の会社なんですか分かんないけど、韓国メイクがやっぱ日本のメイク道具とかっていうより韓国のメイク道具が安くなるから、そうだからなんか今結構もう韓国のメイク道具のなんて言うんだろう、なんか買う場所みたいな感じになってるんですけど、全然いろんなものマスクとかも売ってるし、いろんなもの売ってますよ全然。でもやっぱ送料とか気にしたりとかしないと私みたいに失敗するから気をつけて。そう、実は元値で普通に元値で買った方が安いとかめっちゃある、全然ある。目代わり使っても実は元値の方が安かったみたいな時超ある。2回やった。悔しかった。そう。チーク。何メイク何しよう、メイク何しよう。いやメイクすればいいんですけど、しますけど、ちょっと考え、ちゃんと考えてすぐに飛びつかないのはえらケチだからさ、倹約家だからさ、いい風に言おう、倹約家なんですよ。そう、メイク完成したらお風呂上がりってテロップ消すね。いや嘘やんって言われるから。うん。いや嘘やん。メイクしとるやん。嘘やん。すっぴんちゃうやんって思われるんで消します。倹約家いいお嫁さんになりますね。お婿さんになりますか。はは。実際本気でハルピョンとさ結婚したい人ってどんぐらい、もう本当にもうって人ってどれぐらいいるんだろう。え、絶対もう絶対ですよ、私が別れるって言わないと別れない、もう本気度合いの次第、私が別れるって言わないと別れない。
本気なんですか、ここにいる人はみんな本当に言ってるんですか。ハルピョンの旦那じゃなくて友達になりたい、そういう人もいるだろうね、きっと。私も友達欲しい。私も友達欲しい。うん、だから私生活がどんなんでも絶対に結婚したいって人どんぐらいいるんだろう。どんなんで、いや、お前の私生活どんなんやねんって逆に聞きたくなるけど、そんなね、妹になりたい、いや妹はやめといた方がいいと思うよ。うん、うちの妹、私に妹ができたらどうするんだろう。出来合いするかな、キアラさんタイプになるか、うちの姉タイプになるか、どっちかですよね。高嶺の花子さん絶対違うよ、ハーピョン。絶対すぐ手届くよ。ちなみに私生活はどんな、こんなです。私生活はこんなです。将来太らなければ結婚しない、いやちょっとそれは分かんないですね。体型で決めるんですか何もしなくていいから毎日頑張ってって応援してくれれば仕事、本当に仕事頑張れる、マジ。運転は停止線でちゃんと止まるタイプですか。私ママにいつもあのウィンカー出すの早いって言われたり、停止線よりもうめっちゃなんかもう全部早いんですよね。早くないみたいな、もうてブレーキかけんのみたいな、めっちゃ言われるんです。そうで、だからそれ言われた次のそのタイミングでじゃあブレーキかけるの遅くしたら遅くないって言われるんですと思って私のタイミングで運転させなさいって思いながら運転してます。はい、そういいじゃんと思っていいじゃんと思っちゃう。雫公園可愛かったです、ありがとう。でも私前にそのやめようやめよう、いや何でもないです。やっぱでも確かに教習所が終わってその普通の車で運転初めてするってなった時はめっちゃ怖かったです。なんか教習車はさ、助手席にさブレーキがあるじゃないですか。そうでもさないじゃないですか普通の車って、だから怖かった最初はね。でも全然もう慣れました。
あ、なんか事故起こしそうだったとかそういう話じゃないんですけど、その私が今この話をしたら普段そのなんていうんですか、どういう道を走っているとかっていうのがバレそうだなと思ったんでやめました。はい、すいません。はい、ちょっと事故起こした云々とか事故起こしそうだった云々とかじゃないです、全くそういうことではないです。はい。うん、そういうことではないんで、すいません。みんな気になるかもしれないんですけど、そうそうそう、申し訳ない。内緒で。東京の道は運転できますか？え、したことないですね。怖そう。ビュンビュン走ってる車とか。多いですよね、うん、姉ちゃんはあのー、免許は持ってるんですけど、私よりも運転してないのに私よりも先にゴールド免許になります。はい、ペーパードライバーです。はい。一番遠くはどこまで運転したんですか？あー、これを言うとあのまたまた私が住んでいる場所がバレそうなので、あんまり大きな声では言わないですけど、あの県外には出たことないです。はい、富山県の中でしか運転したことないですまだ。はい、それがまあどこの範囲なのか分かりません。飛行機パイロットに私なれないんですよね。もう無理なんですよ、目悪いから。あれコンタクトダメですよね、なんかダメなんですよね、目悪い人ってパイロットなれないんですよ。そう、パイロットコンタクト、あれ実はメガネコンタクトレーシックでも航空機操縦官になれますって書いてある。え、そうなんですか。え、そうなの？どっち？変わったんだ。航空自衛隊のパイロット？あ、航空会社アナは各目の、強制視力が 0.7 以上あります。航空自衛隊のパイロットは遠距離視力裸眼で両目とも 0.2 以上で、かつ強制視力が 1.0 以上、近距離視力裸眼両目とも 1.0 以上。ほう、なれるんだ。2001年から、あれ、じゃあ私が知ってた、私は生まれた時、生まれた瞬間の記憶なの私これ。これ私は生まれた瞬間の記憶なんですかね。
え、ちょっと待って。お腹の中でニュースを聞いたことがかもしれないです。お腹の中の記憶かもしれない。訓練は厳しいですかね、わかんない、どうなんですかね、厳しそうではありますよね。パイロットは不足しているんじゃないですか、わかりません。わかりません。ね、身長制限はないんですかね。私の CA のハルピョンがいる飛行機に乗りたい。私の親戚ちゃんがなんとその CA さんになりたいなりたいって思って、将来の夢が CA さんだったんですけど、でもなんか CA さんってそのなんかお荷物を預けてもらった時とかに上に入れなきゃいけなかったりとかするじゃないですか。そうだからなんかその身長制限で諦めちゃったっていうことがあって、だから私も多分慣れないですよ。私も多分慣れないです。うん、そうそうそう、無理、なりたくてもなれないんですよね。身長問題。あと重いものを上に持ち上げられないし。うん。そう。だから。なれないですね。それこそ搭乗スタッフさん。なんていうんですか、その荷物を検査してもらうときに、そのじゃあここに荷物置いてくださいってなって、じゃあこれ預けますねって言って、多分そっからそのベルトコンベアまでも移動できない。重くて無理。うん、それこそ私めっちゃ溜まってるドラマをよく見るんですね。ドラマ溜めがちな人間で、その最終回迎えたらとか最終回近づいてきたら見るタイプの人間なんですけど、ナイスフライト、ナイスフライトっていうドラマを多分その前に多分やってたと思うんですよ。でそれをまだ最後までは見終わってないんですけど、ちょっとだけ見たんですね。第半分ぐらいまで見たんですけど、なんか見てて、まずパイロットとか CA さんは分かんない、まあ、国際線、国内線ならいいのかもしれないけど、でもパイロットとか管制官の人って英語がすごくて、そう、主演はジャニーズの方でした。はい、もう英語がすごいと思って、無理やんと思って。そう、絶対うちは無理やと思いながら見てましたね。そう、でもまだ半分ぐらいしか見てないから言わないでね、ネタバレ禁止。
言うなよお前らって言ったら言う人がいるんですよ。はい、もう困っちゃう。本当に「そのドラマ飛行機が飛ぶよ」絶対そうだ、ナイスフライトって言ってるもん。飛行機飛ばなかったらウケるわさすがに、さすがにウケるわ。でも私中村アンさんも好きなんですよ、めっちゃ。それに出てらっしゃるんですけど、中村アンさんの演技もめっちゃ好きで、あの何で好きになったかって、もともとはそんなめっちゃ好きってわけではなかったんですけど、そう普通のそうなんていうんですか、あ綺麗な女優さんだなってぐらいに思ってたんですけど、何で好きになったかって、うわータイトル出てこない、うわタイトル出てこない、ちょっと待ってくださいね。聞か、違う、いやそれか、聞かざる恋、聞かざる恋には理由があって、このです、多分キャストですですです、聞かざる恋には理由があって、で好きになりました。川口春奈さんの主演のドラマだったんですけど、それを見てめっちゃ好きになって、そう DCU はねまだ全部録画したまま1話も見てない。ウケる、なんで最終回迎えてんだから DCU 早く見なよって感じなんですけど、1話もまだ見てないですウケウケのウケ。そう、それを見てからめっちゃ好きになりました。そこまでは普通に綺麗な女優さん、まあ、モデルさんだなみたいな感じだったんですけど、そこから好きになっちゃったね。私吉高さん好きになったのいつだっけ、いつからだろう、なんか好きでしたね。いつから好きなんだろう、今も好きですよもちろん。女性に好かれそうな女優さん、あー確かに中村アンさんはそんな気がします。今でこそ多分そんな感じ、なんかかっこいい系の役とかを演じることが多くなったから、昔はきれいめ女性お姉さんみたいな感じの役が多かったと思うんですけど。あ、ちなみに昨日のマスカラはミュードのロングを使いました。昨日使ったマスカラ、まあ、今日はボリュームを使います。あ、まだ全然、あれビューラー、ビューラー、あれビューラーどこ入れた、あ、目の前にあったビューラー、まあ、でも綾瀬はるかさんはあれですね、やっぱじわじわ好きになってって、天国と地獄でめっちゃもうはい好きーってなりましたね、うん、
松葉行かないですよ。だって波動しかないから。行こうと思えば行けますよ。でも波動しかないから。行かない行かない。うん。しばらく武道館前に行きます。ホタルの光の時はマジで記憶がないです。私もうちっちゃ幼すぎて。はい。あ、アイライン引いてない。あ、目尻だけだからいいや。ジンで好きね。みなかた先生。昨日公園出て思ったんですけど、私マジあれ多すぎ、リップ多すぎて、メイクポーチに入ってるリップ、ちょっと減らそうと思った。ほらめっちゃまつげに存在感出たでしょ。よし、まあ使い分けてはいるんですよ、もちろん。その最初にリッププランパー、この間買ったこのカプサイシン入りの唇めっちゃヒリヒリするやつ使って、唇をそのちょっと腫らしていい感じにピンクにして、その上からこのロム&のやつでなんかいい感じにして、あれどこ行った、あ、昨日適当にカバンに入れたんだった。そう、使った後なんか昼公演と夜公演の合間に私もう帰る準備までしちゃうんですよ。だからその時にリップだけ外に出しといたから適当に入れたので、その上に昨日のねメイクはね、これやってからこれやって、その上からこのピンク目強めみたいなやつやったんですけど、でもまだもうまだまだ入ってます。はい、なので持ちすぎ注意って感じなんですけど、メイク道具の掃除始めちゃった。メンバーに借りたりとかはしない。いやまあコロナ禍ですからね、借りないですよね。だって絶対かかりたくないもん。え、マジで本当に去年の8月にかかってから本当にもうこれは一生次にもう一回かかりたくないって思っちゃった。マサルちゃんがピョンちゃん好きって言ってた。はありがとうございます。やめてください。本当にあのコミュ障になるんで。私昨日のピョンムービー見たでしょ。全然喋れてない橋本。えマジ仮猫状態だったでしょ。あれなんですよ私。はい。
今日ムービー撮り終わった後もあれですからね、私本当にずっとあれなんですよね。本当喋れない人に。嬉しい。よし、アイライン引こう。じゃあアイラインは今日は1軍の中でも2軍のやつにしますね。どういうこと？1軍の中の1軍はラブライナーなんですけど、1軍の中の2軍はやっぱさ、アイライナーっていつ急に切れて書けなくなるか分かんないから一応2本入れてるんですよ。そう、1軍の中の2軍。ちょっと待って、アイラインだけは真面目に、目尻だけだからいいんだけどさ、別に。みずみんもさっきぴょんちゃん好きって、はっ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 、ありがとうございます、すいません、はっはっはっ、てれてれてれ、はっはっ、ありがとうございます、はっ、照れる。照れる。はあ、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 うん。嬉しい。嬉しいですね。ありがとうございます。ちょっと前髪終わった。はあはあって感じなんで、はあ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 よし、メイク終わったよ。みんな良かったね。あ、リップ、リップ多すぎ、わろた。パンパンリップ、ファンデーションが入らない。よし、それではちょっとハサミ持ってきます。あ、ちょっとメイク道具邪魔だから置いていくわ。あの、フェイショーと、
待たせ。リバーストップさん、バラありがとう。鼻かゆ。お前だぜ。ちょっと免許証見せないけど、だってもしもさ、なんかあった時にさ、瞬間的にさ、はーってなってさ、住所がはーってなったら怖いから見せないけど。あ、お風呂上がり変えよう。ほんとだ。ニコニコ。2025年6月25まで。ってことは3年、あと3年ですね。今さ、やばいことしようとした。今こう免許証の写真、免許証の写真だけ隠して見せようとしてた。免許やば、住所見られちゃう、危な。でもちゃんと馬鹿じゃんね。一番隠すべきとこ隠してなくて。でもちゃんと私本名だってことだけじゃ伝えますね。紙で隠して、本名で活動させていただいてます。本名で活動させていただいてます。はい、誕生日も本名で活動させていただいてます。ちょっとあんま見えなかったかもだけど、まあわかる、字面的にわかるでしょ、本名なんだなって。まあ、これからも末永くよろしくお願いいたします。そんなことはどうでもよくて。お腹めっちゃ鳴ってるね。でもお腹空いてないんですよ別に。うん、空いてるのかな。でもどうだろう。今日は水です。珍しい。よし、それでは開封。パフパフ。開封していきます。ハサミも持ってきたし。行くで行くで。写真漏れたか漏れてないかだけ聞かせてください。あー、前回の写真よりかは漏れたんですけど、でも別に写真自体は漏れてるかって言われたら別に漏れてないです。でも前回の写真よりかは漏れました。その初めての免許の写真よりは漏れてます。はい、ということで今回はね、もうね、ほんと多くないってスタッフさんにも言われるレベルで持って帰ってきました。だって6日出る予定だったんだもん。その時に持って帰ってこようと思ってたのに、6日出れなくなったから多いんだよと思いながらも、まあ今回持ってこないと次いつ劇場公演に出れるかわからなかったので、
全部持って帰ってきました。昨日いただいた分は。ということで、いきます。まず一つ目、じゃん、こちら。え、料理を作れっていうことでいいですかね。あー、頑張るね。わかった。美味しそうだけど作れそうにはない。一個も。お家でご飯、ちょっとここだけ隠すんですけど、あの夢の国のレシピ本です。夢の国のレシピ本、まあ作れるといいですね。ははでもめっちゃ中身はちょっと見せれないんですけど、美味しそう。こんなの作ってくれる人と結婚したい。自分で作れ。うまそう。幸せじゃん、こんなん出てきたら。なんか人参がピーマンになって、ピーマンじゃん。これぞまさに夢の国マジック。人参がピーマンになる、なんと素晴らしい。人参がミッキーになってたり、形がミッキーだったり、なんかそれこそ本当にそこにある餃子ドッグとか、そこにあるもの、アップルパイ、アップルパイ大好きなんですけど、チュロスの作り方まで載ってる。私チュロス大好きなの。人参食べれない子でも大丈夫。人参食べれない子って大体ピーマン食べれなくない？人参食べれない子って大体ピーマン食べれない気がするんだけど、気のせい？こんなの作れるママになりたいです、私は。はい。ちゃんとさ、どこにこのカフェがありますよっていうのも載ってる。優しい、これ。作れるかは別として、めっちゃ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ見ちゃう。おしゃれ。うまそう。ありがとう。あ、作れるかは別として、そしてもう一つ、桜のような僕の恋人。あ、私恋人ってことでいいですか？そういうこと？桜のような僕の恋人っていう小説、読めよって。本読まないんだよね、私。でもこれぐらいのサイズならさ、
なんかカバンとかに入れて持ち歩けそうな一冊。70万人が涙した。え、私も涙するかな。まあ、いつか読むことを祈っといてください。あ、なんか手紙読もうかな。もっと早く読んどけよ。感想文？感想文？読書感想文？読書感想文？音読はしないですよ、さすがに。音読してほしい人がいたらぜひ音読かって書いておいてください。手紙に、上の方に、文頭に。そしたら音読してあげます。はい、チャレンジャーいるかな。ぜひチャレンジャー募集。嬉しい。ごめんなさい。字を書きたかった。こういう字を書ける人間になりたかった。めっちゃ綺麗な字。ありがとう。かわいい字。こういう字を書ける人間になりたかったです。頑張ります。あ、お写真もらいました。あれ、待って、私。ちょっと見て。これだ。この間のね、 B 公演の時、写真もらうの忘れたって言ってたじゃん。それもちゃんともらって、そう、みんながスクショできないように。今回の雫のやつも昼夜もらいました。どっちもね、今回はね、後ろにいるんですけど、すいません。ぜひ、ぜひ次公園に出た時とかにもらってください。もらってというか、なんていうの、買ってください。はい、はい、次。こちらですね。開かないです。これ
開かないんですけど。開いた。え、申し訳ない、なんか無理やり開けちゃったよ。え、無理やり開けちゃった。ここなんか可愛い。なに、なんかなんか謎物品いただきました。香水の付属品だ、なんか香水とかを入れるやつだって。アドマイザー的な空気が出てきます。あ、こっから入れれるんだ、すごい。すごい。あ、しまった。なんか私昔100均の使ってたんですけど、そう、香水って大きいじゃないですか。だからその使ってたんですけど、なんか100均だから100均だから漏れ出してきちゃって。そう、めっちゃ家に香水めっちゃあるんですけど、その漏れてきちゃうから使ってなくて。全然確かに波動のあれで。でも私だから持ってないんですよ今香水。空気巻きます。こうやって空気巻いとこ。みんな香水あった方がいいですか、波動のあれ、スーパーボールタイム。そうなの。ちょっと明日買おうかな。香水あった方がくれる？柔軟剤の匂いじゃくれない？スーパーボール柔軟剤の匂いじゃスーパーボールくれない？橋本本来の匂いでそう、人工的な匂いじゃなくて橋本本来の匂いで。なんだこれは。なんかモコモコ、めっちゃモコモコ。すごい。あ、こういうことか。かわいい。カバン。めっちゃモコモコ。え、待って、ここにも携帯ここ入れれるじゃん絶対。可愛くない？で、肩掛けもできるし、これ入れとけばこうやって手持ちもできる。え、かわよ。
冬に使えそうなカバ、かわいい、めっちゃちゃんと閉まるし蓋も、え、めっちゃいい、ありがとうございます、かわいい、サコッシュって何ですか、サコッシュを知らない、すいません、そう、しかも見たことあるブランドさん、ここのリュックめっちゃ持ってる人めっちゃ、ここのリュック持ってる人めっちゃ見ますよね、私も何回か見たことあるんですけど、自分ではなかなかね買ってなかったので、うさぎっぽい、これからもうさぎとして生きていきます、ありがとうございます、かわいよ、こちら終わり、こちらででー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 でで、少々お待ちください、あいうえおかきくけこさしすせそはは、みんなが暇しないようにみんなが暇しないように、君のこと知らなかっただよ、でも今日から友達だね、ミラボールありがとう、竹兄さんありがとうございます、チャ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 トトロごめんなさい、ごめんなさい、適当で、ポモジー、ポモ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 ジー、愛してるの響きだけで、ねえ嬉しい、ありがとうございます、読書、読書ではないか、書じゃない、読、読手紙、読手紙ってなんか言い方あれですよね、違う違う、なんていうの、手紙読みましたまずじゃじゃーん、こちらタン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 、イブイタン、かわいい、いや皆様のからのお手紙はもう愛です、本当にありがとうございます、イブ、あ前見えない、前全然見えない、かわいい、イブいたん、新幹線で寝るときよ、いやイブ生きている女の子いたらさらっちゃうでしょみんな、かわちん、イブいたん好き、ありがとう、来ます、もう超来ます、半袖だから、でもタオル生地、優しそうな
これで、いやいやいや、髪を乾かさないですよこれでは。トゥディチャチャ、いやかわいよ。ちょっと今の私には合わないんですけどでもまあメイクしてるからギリセーフ。マイメロなんだけど、ハピョンと一緒にサンリオピューロランドいてくれる人募集してるんだけど、いつかこれで TikTok 撮ろう。服もちょっとちゃんとこういう系に着替えて、バズれ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 、ありがとうございます。ちょうちょう、はい、嬉しい、ありがとう。幸です。もうこれ使って今ピョンムービー撮ろうかな。あ、何ですかって、三脚嬉しい。今ピョンムービー撮ろう。公開、今日公開ピョンムービー。めっちゃちっちゃ、コンパクトサイズ、ちっちゃサイズ。でもさ、持ち運びとかできるからちっちゃサイズめっちゃありがたい。嬉しい。こないだ三脚壊れたって言ってたからか、言ってたからだよね、って書いてあったしやったー、はい完成。これ何、あ、こうか、これなんだ、あ、首か、首がうねうねなのか。ん、これどうやって締めるんだ。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。コンパクティサイズ、こうで、こうか、よし、お、できた。ちょっと待って、私が変な方向にさっき首を回しちゃったから、首が変な方向に向いてます。あ、ピョンムービー撮ろう今から。そしたらちゃんと今日中に載せれそう。多分同じの持ってる。え、いやたぜ、一緒一緒、おそろっち。ピョンムービー開いていただいてありがとうございます。何喋ろうかな。え、めっちゃ嬉しい、待って、いい角度。え、何喋ろうかな今日、何喋ってほしいですか。てかみんなね、本当になんかさ、携帯のさフィルムがさ、前々から言ってるんですけど割れてるからさ自撮りにめっちゃ影響出るんですよね。困っちゃう、なんか光が入るんです、変に。カナピ帰ろうよって話ですよね、すいません。でもなかなかないんですよ、そう、横から見られなくてガラスフィルムのやつってなかなかなくて。何喋ろう今日ピョンムービー。はい、ピョンムービー開いていただいてありがとうございます。あ、よし、じゃあ思いついたんでミュートに。
はい、ありがとうございます。撮りました、バッチシ。ぴょんちゃん iPhone のサイズなんだっけ、これは何ですか、12だっけ、なんだっけ、プロ、プロではない、なんかプロは高いえ、なんか14出ますよね、めっちゃ高くない、高っと思っちゃった。iPhone、この iPhone12 って書いてある、 iPhone12 です、ノーマルの12やねん、13ちゃうねん、なんか12買った時に13が出たんですよね、買ってしばらくして、まあいいやと思って12買っちゃったしと思って、そうそうそう、マジハートありがとう、口の動きで読もうと思ったけど無理だな。でも私は本当に Mac も持ってるし、 MacBook Air も持ってるし、 iPad mini 6も持ってるし、割となんか別に今のこの12で困ったこととかもそんなに、なんかバックアップが重くなってきたなぐらいそうだから、そんな、なんていうんですかね、まだ困ってはないので、14、まだ14は買おうとは思ってない。 iPhone も学割聞きますよ、 iPhone Apple 製品なんで基本的には聞くんですけど、でもまあ別に今そんな困ってないから、まだこの12のまま行こうかなって気持ちです。はい、急に三脚もらって三脚もらって急にピョンムービー撮って、すいません、ちょっとピョンムービー編集して TikTok にだけ先に乗っけちゃいます。ちょ、マジ TikTok 本当に重くて全然乗らないんですよ、そうだから先に TikTok だけ乗せちゃいますね。お、昨日のやっぱ人と撮ると1600回見られてます、嬉しい。9月、今日は11日、ピョンムービー AKB、 マジさ最近もうハッシュタグの量半端なくて、ハルピョン、橋本春奈、公開収録。アイドルって入れて、わかった。バズる？アイドルって入れたら。アイドルって入れたらバズる？アイドル入れとこ。あと何書こうかな。何喋ってたっけな。でもこんな感じかな。今日少ないかも。個人的にアイドルってよく検索。いろんなアイドル見てるってことですか。いろんなアイドル見てるってことですか。ぴょんちゃんも今れいちゃまがバズってるみたいなやつ、え、絶対あれ隠し撮りじゃないでしょ、絶対撮ってるって分かってるじゃんうん、って思っちゃった絶対隠し撮りじゃないと思って、うん、11、
でもまああんぐらいの短さの方が多分そのみんななんかいっぱいこう見るじゃないですか、見るっていうか、だから多分視聴時間、視聴合計時間は多分めっちゃ少ないんですけど、その回数回せる分バズりやすいとは思います。確かにそうなんですよね、それはわかるんですけど、でもピョンムービー10秒にはできないから10秒5秒ぐらいにはちょっとむずい、それはむずいから。そうそうあれ絶対隠し撮りじゃないよと思った見たけど、そうおすすめ、おすすめフォロー中のところに流れて、おすすめのところに流れてきたのかな、分かんないけど、だってそんなそんな綺麗にできますそんな綺麗にさ、もうちょうどこっから隠し撮りしたいですって時にカメラ上に上がる？絶対まあ分かんないですけどね、真相は、真相は闇の中ということで分かんないんで、はい、はい、次に行きます。じゃじゃーん、あ、でもこれどうしよう、見せないでおこうかな、まだ見せないでおきますね。これをいただいたものなんですけど、またあのあれも実はあの9月ん8月の中旬にやってたお話し会の浴衣も実はファンの方にいただいたものだったんですけど、実は今回コスプレちゃんをいただきました。なのでこれはハロウィンの時に、ちょっとちょうどまだハロウィンのコスプレをちょっと調達してなくて、いや昨日ドンキ行くのに秋葉のドンキ行っちゃだ、ドンキは行かないけど、昨日劇場行くのに秋葉のドンキは行っちゃダメなのかと思いながらそうあのコスプレいつ調達しよう、あと1ヶ月しかないよと思いながら思ってたんですけど、なんとファンの方からコスプレちゃんをいただ、可愛いコスプレちゃんしかもいただいたので、しかもちゃんと全身セット、嬉しい形のタイプだし、これを着ます。あれでお話し会、10月30日のお話し会で着る予定なので、まあもちろんそのサイズ感とか見て考えはするんですけど、着る予定でいたいと思いますので楽しみに待っててください。あ、見える？裏は大丈夫か、ここは見せても何か分かんないから、楽しみに待っててください。ふう、次、チャーチャーン、次はじゃあこちらに行きま、どちらがいいですかね、じゃあこちらで、こちらに行きます。ラビットネックホルダーが2個、まあ、コスプレはねいくつあってもね喜んでくれるみんなすごい、あ、こうやって、え、かわいい、あ、待って、これペットボトルじゃダメ、ペットボトルだと落ちちゃう、何ならいけるんだろう、あ、これは例はタピオカ屋のあれだな、タピオカのあれとかだったらいけるんだ、ちょっとペットボトルはね、あ、いた、あ、足に、あ、待って、足に落ちてきた、あーバカじゃん
もも。みんな大好き太もも。あ、大丈夫です。はい、多分明日寝れば、今日寝れば治ってます。安心してください。かわいい。ちょっとペットボトルは無理なんですけど。ラビット猫ホル、めっちゃかわいい。ありがとう。こうやってなんか持ち運ぶわ。確かになんかさ、スタバとか行けるかな。スタバとかこう手に持ちながらさ、携帯も持ってバッグも持って大変じゃないですか。でそれが雨降ってた時とかってなったらもう最悪じゃん。もう大変の大変の大変じゃないですか。スタバとかなら行けるかな、入るかな、ちょっと試してみます。ありがとう。まあ最悪こうやって手につけて歩くね。変人うさちゃん、ありがとうございます。かわいい、うさちゃん、うさうさのうさちゃん。ちょっと中に入れて。白だからね、汚れとかがついちゃわないように中に入れて置きます。ありがとう。つぜつぜつぜ、じゃーん。まあなんか見た感じ、あ、絶対あれ入っとるやんっていうのがわかるんですけど、絶対あれ入っとるやんっていうのがわかるんですけど、あ、郵送で送ってくれたんだ、ありがとう。字が綺麗な、でで、でで、で、で、ハンカチ、やった。もうまたメイク道具につけます。待って、でもさ、これ2軍のポーチのメイク道具につけてもさ、やばい、わかんなくなるから、ちょっとメイク道具以外につけますね。なんか普段そのメイクポーチ入れてる棚があるんですけど、そうそう、そっからそのいつもあのお仕事の時は1軍のポーチだけ持っていくんですけど、これ2軍のとこにつけといたらさ、間違えて2軍持ってきちゃうかもしれなくなっちゃうんで、え、な、何につけよう、何につけようかな、これ何かにつけます。何がいいかな、何につけようかな。イヤリング、やば穴めっちゃ開けんの大変だぞうち。え、何につけようかな、まあでもポーチはいっぱい持ってるんでポーチにつけます。かわいい。あ、パソコンのあれに入れつけよう、ケース、パソコンケースにつけよう。ありがとう。ハンカチはもういくつあっても使えますし、缶バッジももう可愛いだし。バージョンあるさん、ハートありがとうございます。ありがとう。今日はあのね、私カバンにつけとくとね、なくすんですよ。なんかどっかに多分ぶつけてね、なくなっちゃうの。そうだからカバンにね、なんか基本的に何もつけないタイプの人間。そう、あ、ピョンムービー 89%、 あとちょっと待っててね、ありがとう。次ちょっとこちら、あの箱が大きすぎてちょっと箱が入らないなと思ったので、一応説明書と、なんていうんですか、本体だけを持って帰ってきたんですけど、何ですかねこれは。
か謎です。アップレディエクササイズ商品、何する、両手で本ピンのプッシュカーブを持ち、腕の前まで胸の前まで上げます。体から本体を1個分離した状態にセットして内側に1秒程度押します。ゆっくりと戻します。 2,3 を繰り返します。だって、あ、これは二の腕に効きそう。体が熱くなってきました。二の腕にめっちゃ効きそう。あ、ピョンムービー間違えた、まだだ。あ、多分乗った、まだ今からはまだ乗らないんですけど、え、めっちゃ二の腕に効きますこれ、やばい、しっかり。頑張って二の腕補足します。ありがとう、頑張るね。ここの肉を、でもここが鍛えられそう、めっちゃ本当に。え、逆に太くなんないかな、大丈夫、ここを鍛えることで。まあでも脂肪ちゃんは消えるから、筋肉ちゃんになる分にはいいですよね。脂肪ちゃんは増えるから、だからもう気づいたら腕の筋肉ゴリゴリかもよ私。気をつけてみんな、気づいたら腕の筋肉ゴリゴリになるかもしれない。楽しみにしててね。怖っ、ありがとうございます。頑張って二の腕を、もうだってもうなんか疲れちゃった。いや本当に私が全然普段から筋トレしてないのがバレるんですけど、頑張って鍛えます。これでクッションにはならないようにクッションにはならないように気をつけたいと思います。トゥディッ、チャチャー、ウサギの、あ、多分さっきのウサギのやつも全部そうかな、この方か。あ、これお手紙じゃなくてこれそういうこと。え、待って、じゃあそういうことだったの。あ、そういうことなのか、ごめんだ。もうなんかうさぎさんのタオルみたいなやつ、ぺっちゃんこ、ぺっちゃんこうさぎのタオル、かわいい、嬉しい、ぺっちゃんこだから持ち帰りやすい持ち帰りやすいけど、なんかかわいそう、顔がこっちの子の顔かわいそう。ありがとう、このまま持って帰りますね、潰れてるから持ち帰りやすい、ありがとうございます。なんかタオルみたいな書いてありました、説明書みたいなのが入ってて、タオルみたいな感じのことが書いてあった。ありがとう、トゥディッ、チャーン、見てた。あ、ちょっとこれ外してあげよう、首閉まってるかわいそう。見てたの、ぬいぐるみどんどん
私の部屋のベッドの上がミッチーちゃんだけに、てかぬいぐるみだけになってく。だから私はママと一緒に寝てるんですそう、もううちのベッドの上マジもうぬいぐるみしかなくて、だから私はママと寝るしか、そう布団の場所がないんですよねそうだからもうしょうがなくママと寝てるだけであって、別にママと寝たいっていうことじゃなくて、ママしょうがなくママと寝てあげてるだけ、ママが寝たいっていうし、そうだからしょうがなくママと寝てるだけであってね、かわいいね君、あーなななななな、かわいい、もちもち、大麦くんの多分あれだ、見てたバージョン、大麦くん昔見せたじゃないですか、大麦くんの見てたバージョン、かわいいね、頭かゆいの書いてあげるよ、うん、かわちんね、なん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 かわいい、うちの子です。でもう一人、もう一人ミッチーさんがいるんですよ。じゃじゃーん、ミッチーちゃん10バージョン、ちょっと顔に空気がなくなっちゃってる、ちょっと入れてあげます、かわいい、見てた、頭かゆいな、ワンピース着てる、かわいい、この子もワンピース、くしゃみ出そう、大丈夫、あ出そう、あみてちゃんに囲まれる橋本、ありがとうございます、かわいいね、かわちいな君たち、ほんとなんでかわいいな、ミフィちゃんてかウサギって頭かゆそう、え豆見てるからなんですけどいつも豆なんか小麦、あピョンムービー公開されました、 TikTok 見てくださいぜひ、ママからえってきた、ええってえもうちょっと、あ今日で全部いけるかも、ちゃんちゃーん、 JR プレミアムセレクト瀬戸内、三十郎出た、三十郎、あ違うのがいる、三十郎じゃないのがいる、ちちちゃんがいた、ちちちゃん何君は、 JR、 あそっかハローキティ新幹線が通ってるんだ、九州だっけ、そうだそうだ、ちちちゃん、ちちちゃんとめちちゃんかわいいね、君も、君も頭かゆいの書いてあげるよ山陽新幹線かわいいね、うん、やばいやばい、かわいい、またうちのベッドがぬいぐるみに支配される、またまた登場、鼻かゆ、またまた登場、もうこれでもう何個にでもつけれますね、
もういくつにでもつけれる、何にでもつけれる。これ何につけよう。ちちちゃん嬉しい、ありがとう。キティちゃんとエイトくんが一番好きなんです私。だからもうキティちゃんとエイトくんのコラボなんて最強じゃないですか。サチ、サチです、サチ。保存用と保管用、確かに。でタタダードデーなんでそんな下ったらずな感じ。タタダードデーのタトレット、パンフレットです。初めて見る。こんなの配ってんだ。うちの今宮さん映ってる？あー、いたー。はい、いました。かっこいい。投げようとしてる瞬間かっこいい。今日もね、最高の守備見せてたらしいです。うん、え、美味しそう。ローストビーフ、私ローストビーフ大好きなんですよね。タカガールデーってこんな幸せなイベントなの？見せていいのか分かんないからさっとしか見せないけど、こんないろんなご飯がいっぱいある。めっちゃ、タカガールデーってこんな幸せなイベントなんだ。行きたい、行きたい。ね、かわいい。クマも売ってたんだ。タカガールマーブリンググッズ、クマかわいい。お、若鷹ちゃんたちの、2000年生まれ、2003年生まれ。いや、全然選手が開発にあれ携わってるわけじゃないです。全然違います。全然違います。選手たちが食べてるだけです。すいません。上林さんと佐藤さんが食べてるだけです。2000年生まれの若鷹さん、2003年生まれ、もう私より年下のプロ野球選手が、まあでもそっか、戸郷さんが同い年なんでね、巨人の。そういう人たちが入ってきちゃうんですね、今後。なんか悲しくなるな。行ってみたい。タカガールで誰か一緒に行きませんか。あ、待って、手紙入ってた。先読まなきゃいけないものを読んでなかった、ごめんなさい。な、そうなんだ、ありがとう。今年のドラフト、ハルピョンと同い年の子がたくさん指名嫌です。年上、プロ野球選手はみんな年上であってほしい。なんか、いや、ちょっと言い方あれですけど、お兄様方がお兄様方が頑張ってらっしゃるのを見たいので。、うん、お兄様方、
嬉しい、私のためにもらってくれたんだって。そう、タカガールデーにね行くとねユニフォームがもらえるんですけど、確かに私これ着てやってたわ今年のタカガールデー。嬉しい、でもありがとう。これで先代のユニフォーム汚しても大丈夫。やった、予備用に先代のユニフォームを汚してしまってもこれがあるので大丈夫。ありがとうございます。かわいい、やっぱユニフォーム、いやピンクかわいいな。ピンクかわいいな。ありがとう、やった。みんなタカガールで何、誰と言ってんの。ね、誰と言ってんの。ハルピョン以外と言ってんの。いや嘘嘘、言ってることは責めないですけど、別に別に言ってることを責めるつもりはないです。あと10分、あとちょっとなんですけど、どうしようかな、明日にします。でも本当になんかめっちゃそんな時間かかりそうなわけでもないけど、明日にしようかな。じゃあ、じゃあと2個分。明日にしようと、あと10分しかないから、なんかパッパッパーって済ませちゃうのも申し訳ないし、明日にします。ありがとう。ありがとうございます。やばいやばい、倒れる、いっぱい。ありがとうございます。また明日、ここに入ってるもうちょっとの分はまた明日やりますね。そう、大きい袋で持って帰ってきた、ありがとうございます。ということで、暑っ、さっきの二の腕の運動したらめっちゃ暑くなっちゃった。サングラスをかけてみてください。持ってない。ありがとう。持ってないんだ、でも。ごめんね。はい、ボさん。ハートありがとうございます。あと10分。明日もね。明日何時に配信しよう。お昼ぐらいにもしかしたら一回配信するかも。うん、明後日は波動なので頑張りたいと思います。あ、波動の日はお昼前に配信するって言ってたよね。波動の日はお昼前に配信するので、でも明日は夜もできます。ただ波動の日はちょっと夜ちょっと微妙で分かんない、できるかできないかちょっと分かんないから、うん、やろうと思っているのでよろしくお願いします。お打たれ会がそんな9時、6時から21時だって、本番大体寝そう寝そう。
ということで、すいません、いつも21時半前に終わります。あ、そうだっけ、そんな長かったっけじゃあもう、まあ一応、まあ、朝方ってそんな朝ではないけど、早め早めにやっておきます。ちゃんと DVD しか見れない。リビングはどうなんだろう。ブルー、いや多分 DVD だけなんじゃないかな。うん、ちょっと他、ちょっとパパに聞かないと分かんないんですけど、この時間はもうパパ絶対寝てるので。すいません、すいません、申し訳。もうおすわけねえべ。ということでランキング読みます。ハイボさん、赤だるまありがとう。明日の夜これやるね。もうあとちょっと分。行きまーす、ミッキーマウス。あ、ダメ、私は何も言ってない。行きます。1位サプライズレバーさん、ありがとうございます。2位パンナさん、ありがとうございます。3位トラックヤローアットゴリさん、ありがとうございます。なんか最近さ、薬指めっちゃ痒くてさ、なんで、すいません4位本さん、ありがとうございます。5位カートピョンドさん、ありがとうございます。6位マックミックさん、ありがとうございます。7位ニックさん、ありがとうございます。8位カストルとポルックスアット、またほら名前が読めない。こっちだと読める。あ、こっちだと読める。こっちで押すと読める。だからアップデートしたら読めなくなりました。なんでショールームさん、こっちだけアップデートしたんです。こっちアップデートまだしてないんですけど、アップデートしたら読めなくなった名前。ショールームさん、8位カストルとポルックスアット、今日は添い寝してあげるね、昨日も言ってなかった私これ、3ありがとうございます。9位バルスアットピョンドさん、ありがとうございます。10位ネバーストップアット、そこの君メールと、あ、ほらなんでな、もうメールとで終わりとメール取ってみない、楽しいよさん。あ、そうだ、今チーム B のメンバーがあのメールあれできるので、ぜひよろしくお願いします。12位ベベモンさん、ありがとうございます。13位ともゆきさん、ありがとうございます。そう、今チーム B のメンバー、ちょっとこれまた後で言おう。そして本日のラッキーと88位はあつしさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか本日9時から AKB48 モバイル会員限定公演開催連動企画チーム B お試しメールサービスのご提供が始まりました。お試しメールサービスとは、AKB48 メールブラウザ版限定でお試し対象期間中にチーム8兼任メンバーを含む AKB48 浅いチーム B のメンバーの中から1名のメールを無料で購読ができちゃうサービスのことです。
こちらは9月24日の23時59分までの期間限定のサービスとなっておりますので、ぜひぜひ AKB48 モバイル会員公演と合わせて楽しみください。そして登録方法は AKB48 公式ホームページのニュースをご覧くださいということなんですけど、皆さんぜひ、まだハルピョン、そういえば、いや、ここにいてくださる方は皆さんハルピョンのメールはもう取ってくださっていると思っているんですけれども、今初めてこの初訪問さんとか、ぜひハルピョンのメールをお試しで読んでみてはいかがでしょうか。そんなに、お、なんかすっごいもうなんか100通ぐらい来るとかじゃないんで、メールの中もそんなたまらないと思いますよろしくお願いします。それでは最後にキャッチフレーズをしております。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9162人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表アルピョンこと田島タルタでした。ありがとうございました。おやすみ、ローパーローパー。